体操全日本個人総合選手権24日東京体育館男子決勝が行われ、予選3位通過の岡慎之助、徳洲会を悲劇が襲った。所属の米田勲監督が日本の宝と呼ぶ逸材が4種目目の跳馬の着地で体が潰れた。会場からどよめきが起きる中、そのままうずくまり立ち上がれない。数人のスタッフに持ち上げられ、会場脇に移動。ようやく立ち上がり、5種目目の平行棒に移った。しかし、平行棒で、ついに足が持たず、やはり着地で潰れ、動けなくなった。怪我は残念。期待の選手なだけに、大事ないことを願いたいが、心配な感じだった。平行棒はさせるべきではなかったかなと思う。本人は、アドレナリンも出てるから、痛みに鈍くなっているし、NHK 杯に向けて良い位置にいたかったと思うから、やりたいというはず。その熱い気持ちを抑えるのが、コーチの仕事だから、判断には慎重になってほしかった。とにかく、しっかり治して、復帰できるようケアしてほしい。初の世界選手権代表入りに近づく、高位置につけていたホープに降りかかったアクシデント。米田勲監督は、緩くなっているので、おそらく靭帯だと思う、断裂も可能性はあると語り、跳馬後に試合を続行させた判断については、本人とコーチのところで、行く方向で考えた。ただ、行くといえば、本人は行く。100% こちら側の判断で動いた。それが正しかったかどうかと、悔やんだ。優勝した、五輪王者の橋本に次ぐ存在感を見せていただけに、日本協会の水長、ことぶき思う男子強化本部長も、順当に行けば、橋本選手の次に入ってきてもおかしくなかった。非常に残念と、悔しがった。今後、病院で診察を受けるが、5月の NHK 杯、出場は、厳しいと見られる。岡は所属のツイッターで、強怪我をしてしまい、本当に情けない姿で終わってしまい、申し訳ありませんでした。まだ怪我の状態はわかりませんが、来年のオリンピック選考会までに、必ず復帰し、絶対に、オリンピックの代表になることが、最大の目標ですなどのコメントを発表した。跳馬の着地の時点でかなり痛そうでしたね。まずは、怪我を治すことに専念してほしいです。まだ若いし、これから期待の選手でしょうから周りも先を見据えて、大切にしてほしいと思いました。間に合えば、NHK 杯でリベンジしてください。祈るファンは言った。ビデオをご覧になっていただきありがとうございます。ライクして下にコメントしてください。新しいビデオを見えるようにチャンネルを登録してね。誠にありがとうございます。